千葉県によりますと、昨日多古町の養鶏場からニワトリ6。羽が死んでいると連絡があり、遺伝子検査を行った結果、h5 型の鳥インフルエンザウイルスが検出されました。県はこの養鶏場のニワトリ115万羽の殺処分を今日から始めることにしています。また、この養鶏場の半径3キロ以内をニワトリや卵の移動を禁止する。移動制限区域に。 半径10キロ以内をその地域から外への搬出を禁止する搬出制限区域に指定するとともに、養鶏場周辺で畜産関係車両の消毒を行うことにしています。千葉県内では、今シーズン、鳥インフルエンザが過去に例のないペースで確認されていて、今回で7例目となります。県は、今日午前9時半から対策本部会議を開いて対応を協議することにしています。